冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。出てきたな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのブレッド。おろしちまうぞ。ボーシャット。なんで私なのよ。任せて。サンダーチャージ。支援フルール、デルフィニウム。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド。ゴムゴムの。オチエンタフルール、クロトワマード、ショック。おいお前、おろしちまうぞ。ボーシャット。
あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。この力があれば大事なも成長を実感できるほど強くなれたのね。俺が万能薬になるんだ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あっちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえよ。私は最後は炎の攻撃も弱まってるんだ。出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね、使い方を思い出せない。やめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。うわ
あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か？大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいく。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと。リム？誰だ？そいつだ。なあ、お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の残すだ。だがな、偶然漂着できちまうやつがいるんだ。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアリオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるの。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。
そうか。じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会って血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。え、